はい、お待たせいたしました。8月の14日になりますね。月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。本日は、厚木スタジオより、ぶちこと岩渕雄一が、ね、MC をさせていただきます。普段ゲストの方をお呼びすることが多いんですけれども、先週に引き続きまして、今日もね、単独ライブみたいなね、単独でやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんいかがでしょうね。ちょうどお盆休みですね。ね、この厚木ってね、大きい、ね、会社がありまして、S がつくね、会社ですね。ソニーってね、はい。結構ね、大きいところで、大体ね、くまなく、ね、終日、ね、その会社にね、行かれる人、それから会社から帰られる、もしくは出張なのかな、に行く人が、本当にね、多く歩かれてるんですよ。ね、本当に、ね、すぐそこですよ。ね、でもね、昨日、まあ昨日はね、日曜日ですからいいんですけれども、今日もね、ほとんどね、人が歩いていないね、大きい会社もね、お休みに入られたんだな、なんていう感じですね。皆さんいかがでしょうね。いや、そんな休み関係ないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、ね、いや、やっぱりお盆だし、みたいな感じで、休まれてる方もね、いらっしゃって、ね、全然違う場所でね、この放送をご覧になってる方もいらっしゃるかもしれませんよね。はいはい。僕はどうしてるかっていうと、例年あんまりその休みを取るってことはなくね、お客さんが来ればね、はいはいありがとうございます、はいはいじゃないですよね、それは失礼ですね、ありがとうございますということで、お仕事させていただいてますから、お盆休みってそうそう取らないんですよね。で、今日も、ね、実はね、お仕事、ね、がありまして、ね、そのお仕事を楽しくさせていただいて、ね、この番組に備えて、夕方は寝るっていう、ね、そういう感じで、ね、はい、やってますね。随分ね、暑さも、一頃より厳しくなくなってきましたけれども。とはいえね、僕なんかは夏の時期っていうと、汗の中で生活をしてるようなね、そのぐらい汗をかく、でも痩せないっていうね、さて なぜでしょうっていうね、ところはあるんですけれども、でも先週は、この間もね、お伝えさせていただいたかもしれませんけれども、水曜日の夜はね、春日向さんに、まあ、ナビゲーション、ね、ナビゲーターになっていただいて、池川明先生と僕と、ね、パートナーのゆきさん、ね、4人でね、いろいろ話をさせていただくっていう会をね、横浜でさせていただきました。ね、日向さんって面白い人で、まあ、ご存知の方はそうよねっていう感じなんですけれども、あんまり、なんて言うんでしょうね、宣伝しない方なんですよ、ね、実は、ね。とはいえね、いろいろやられてはいるんですよ。ね、当然、やることをやられているんですけれども、そんなにね、お客さんが来なかったらどうしようっていう感じではなくて、どちらかというと、来たい人が見つけてくるのよね、なんていう、ね、そんなお話をされてました。ね、やっぱり、ね、いい波動の中で、
お話し会とかね、今回トークライブでしたけれども、トークライブとか、それからセミナーとかね、したいから、どちらかというとね、誰でもいいから来てっていう感じじゃなくて、来たい人が来てっていうね。で、とりあえず、ね、宣伝はするからね、見つけたらね、申し込んでくださいね、みたいなね、そういう感じ。ね。それで、例えば今回ね、水曜日、先週の水曜日ですから、8月の10日ですね。で、6月にね、この企画は、スタートしたんですよ。ね。そのスタートしたっていうとすごく大げさな言い方ですけれども、僕とゆきさんがね、久々に日向さんに会いに行きたいねっていうことでね、遊びに行ったんですね。それでまあ、いろいろね、ああじゃない、こうじゃないって話をした時に、そういえばっていうことでね、子育ての話になったんですよ。ね。それで、子育てしてるじゃないですか。僕もゆきさんも。ね。もちろん日向さんもされてるわけで、そんな話をしてたら面白い。ね。それぜひみんなに知らせたいねっていう話になって。じゃあ、みんなが空いてる日、ね。できれば池川先生とも一緒にね、講演会したいっていうところで、みんなが空いてる日ってね、探してみたらこの8月10日だったんですね。それで場所もどうしようかっていうところで、これは以前、自分が武田和平さんのね、講演会を、横浜で聞きに行ったことがあって、その時にすごくここいいな、ね、すごく趣がある、ね、場所なんですよ。ね、横浜開港記念会館かな。ね、外見から見るとね、本当に、いつできたんでしょうね、このレンガ。まあ、横浜多いんですけどね、レンガでできたようなね、館みたいな感じのね、洋館ですね。食べるもんじゃないですよ。そういう趣のある場所で、中ステンドグラスかなんかがね、窓になってたりとかね、する場所で、いつかここでやりたいと思ってたんで、じゃあ今回どうだろう。ね。それで、まあ、調べてみたらね、その8月とか空いてた。そういったところでね、じゃあ8月10日にここで、やりましょうかっていうね、そういう話になったわけです。今、ちょっと、音声どうなってるのかなっていうのをね、拝見しつつ、ね、今日気ままなね、内容ですので、もしご質問等ありましたらね、掲示板、の方に書いていただければと思いますね。もし音声の方がね、ちょっと良くないなみたいな時には、チャンネル2の方もね、開けてありますので、こちらもね、ご覧いただければっていうふうに思いますね。で、何の話？で、6月にだからね、おおよそ決まったですよ。ね、それでね、やっぱり池川先生来られるから、なるべく多くの方にね、聞きに来ていただきたいじゃないですか。ね、なので、ね、主催がね、日向さんが所属する会社ということで、いつお知らせが来るんだろうね、みたいな。いつ？まだなんだ。まだ？みたいなね。そういう感じだったんですよ。で、結局、ね、お知らせができたのが、多分ね、12週間よりも短いぐらい前。ね、多分6月の、7月の終わりぐらいかな。
記憶確かじゃないんですけれども、ね、いや、もうちょいね、2週間、14日ってことなかったですね。11日とかね、そのぐらいだったんですよ。大丈夫なんだろうかね、心配してたんですね、急に声が大きくなりましたけど、ね、で、気がついたら満員になって、ね、最初50人、ね、店員はね、あそこ100人店員の場所なんですけれども、今回は、日向さんの瞑想、メディテーションをね、やろうっていうことで、ね、そうするとあんまり、ガチガチ、ね、ぎゅうぎゅう詰めではなかなか、瞑想どころではないっていうところで、じゃあ半分の50、ね、すごい割り切り方ですね。で、やってたんですね。そしたら、なんか当日ね、前日かな、プラス10名、ね、店員増やしましたっていうね、話が出てて、おお、すごい。で、結局、何人だったんでしょうね。店員は超えていたっていうね、すごい、ね。波動で引き寄せるのよね、なんてね。おっしゃってましたけど、日向さん、ね、もう本当にそういう感じで、かなり、ね、多くの方がいらっしゃって、まあ、いろんな話をね、池川先生がもうすぐそば、ね、お話をされてね、同じところでね、僕とね、ゆきさんもお話をさせていただいたっていうね、そういう回でしたね。で、なんだろう、その時にね、いくつか話題になったところがあって、そんな話も今日はね、させていただこうかなっていうふうに思っていたんですけれども、何かなっていうと、いらっしゃった方から事前にね、ご質問とかお悩みもね、日向さん聞かれていたみたいで、それは、今ね、40代から50代のね、お父さんお母さん、まあ僕も50代ですからね、入るわけですね。40代、50代の、お父さんお母さんの悩みの一つは、実は、その年代の人たちの、お子さん、ね、だいたい20代、30代になりますね。悩んでるのは、お子さんたちも悩んでるみたいですよ。ね。だから、40代、50代の親世代の悩みであり、その、子供たち、ね、20代、30代の子供たちの悩みがあると、ね。それは何かっていうと、なかなか自立をしないで、例えば、30代でも、ね、仕事に就けない、ね、ニートで、ね、やってるという、ね、別段そのニートでいることっていうのはね、全然悪いことじゃないと思うんですよ、ね、そういう時期が、ね、あって、人生を見直すっていうのはとても素晴らしいことだと思うんですよ、ね、ただなんて言えばいいでしょう、ね、それで悩んでる方にね、まあ、どういう、お話をすればいいのかなみたいなね、そういうところがありました、ね、でね、池川先生がねそれに対して、これはね、以前、聞いたこともあるんですけれども、ね、実はですね、似てるんですね似てないかな、ね、池川先生ね、やっぱり子育てね、いろいろ研究されていて、非常に難しい問題ですねっていうふうにね、前々からおっしゃられていたのが、母子手帳のことなんですね。で、母子手帳でね、ね、多分、お子さんいる方はね、見たことあるし、多分本人もね、僕もちっちゃい頃見たことあるのかな、ね、母子手帳、ね、息子のは見てます、見たことありますけどね
なんか生まれる前ぐらいにもらえる、ね、ものですね。そこにいろいろ書いてある、ね。で、昭和39年から、ね、どのぐらいまでかちょっとね、忘れちゃったんですけれども、なるべく子供を抱っこしないようにしましょうっていうね、ことが書かれていたそうです、ね、その時期。ね、それは海外の考え方、ね、欧米の考え方なんですけれども、ね、抱き癖がつくから、なるべくね、抱っこしないでね、抱き癖つくと、いわゆる自立できない、ね、そんな考え方がね、あったんですね。で、昔の日本ってのはね、もうね、おんぶに抱っこの世界ですよね。それが、だん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 欧米の考え方が入ってきてね、多分戦前からね、そういう考え方がちらちら入ってはきたみたいで、調べてみるとね、スポック博士、なんか聞いたような名前のね、宇宙船に乗っていそうな名前ですよね。このスポック博士、調べてみるとね、今ちょっと音声をチェックしてました、ね、スポック博士が、なんかそういうねことをやるとね、抱き癖をつけるとあんまり良くないよっていうのがねあったみたいで、ね、でそれがね戦後ね、戦後間もなくではないんですけど、なぜかね、昭和39年からの母子手帳に、なるべくね、赤ちゃんは抱っこしないようにしましょう。ね、それ信じて、赤ちゃんがね、ギャギャ泣いてるのに、ギャギャ。うちの子はどうしたか。ね、ギャギャ泣いているのに、ね、この子のためみたいな感じで、抱っこをしない。親が。ね、やっぱ増えたそうですね。中にはね、みんながそうじゃないわけですよ。ね、中にはね、母子手帳もらってもね、でも見ない。ね、書いてあること読んでも、へえみたいな感じでね、なんの憂いもなく抱っこしてたね、そんな、お母さんもね、いらっしゃるとは思うんですね。すべてのお母さんじゃないと思うんですけれども、どちらかというと本当に真面目で、本当にこの子のためにっていうことで、母子手帳とかに書いてある内容をじっくり読んで、そうなんだ。ね。それがこの子のためになるならば、みたいな感じで、ね、抱っこしない。ね。なるべく、ね。そういう親御さんが増えたそうです。ね。そうするとね、実はそれが弊害になって、ね、どういう弊害かっていうと、なんとなくわかると思いますね。で、それとともにその前からなんですけども、新生児室っていうのがね、日本でも増えていった、ね、赤ちゃん生まれたら新生児室に、ね、入れちゃうわけです。赤ちゃん部屋ですね。赤ちゃん長屋。今はもうない、あるのかな、ね、そうすると、ね、赤ちゃんと、ね、生まれたばかりですよ。ね、生まれたばかりの赤ちゃんと、お母さんが、接するのはね、おっぱいあげるときぐらい、みたいなね。それはそれより前にあったわけですね、日本でもね。これも、戦後、アメリカだとかヨーロッパのね、まあ、出産の方法っていうのをね、日本のドクターが学んで、取り入れていったわけですよね。それ悪気はないんですよ。悪気はないけどね、悪かった、ところがあるのかもしれない、ね。聞いた話だとね、もうね、欧米ではそういう新生児室はないっていうふうに聞いてますけどね、そこら辺どうなんでしょうね。もし知りたい方は調べてみてください、ね、いやまだありますね、ところも、ね、あるかもしれません。で、触れ合い、ね、触れ合うことっていうのは非常に大事なことっていうのは、これもうね、皆さんお分かりのところだと
思うわけですね。で、特に生まれたばっかり、ね、人生のスタートですね、ずっとお腹の中にね、気づいた時からいたわけですよ、根性では、ね、それが急にね、ようやく出てきた、お母さん誰みたいなね、お母さんどこっていうのはいないわけですね。そうするとどうなるかっていうと、不安になる、ね、で泣く、泣いても来ない、ね、そうなってくると、まあ、いわゆる精神的なところで言うならば、何事に対してもね、ビクビクしちゃう、ね、それから、その時に抱っこしてくれて、ああ愛されてる、私は愛される存在なんだっていうのを、ね、感じるわけです、強く、ね、それが感じられない、ね、自分を愛せない、ね、自分を愛せないってことは、他人を愛するっていうのもね、これも難しくなってくる、ね、で自分の思うように行動することができづらくなる、ね、もしくはね、怒り、ね、なんで抱いて抱っこしてくれないんだみたいな、ね、怒り、ね、そういったものをね、赤ちゃんはその時期にね、なんとなく感じちゃう。で、その感じたことっていうのはね、もう赤ちゃんの経験ですから、顕在意識には上らないかもしれないけれども、潜在意識的にね、そういったことが、実は入っちゃってる。ね、はいはいはい。で、これは、調べてみるとね、欧米でもそうだったみたいなんですけれども、荒れる。ねね、だから、僕がね、昭和38年なんですね、ギリギリ、ね、とりあえず、まあね、よく抱っこされてたような気がするんですけどもね、ね、僕がだからね、38年生まれで、54歳に今年になったのかな、うん、ということは、一つ下の53歳ぐらい、から、ね、少なくとも7、8年の7、8年ってことは、40代後半半ばから後半、ね、いわゆるアラフィフですよね、アラフィフ、ね、の人たちっていうのは、赤ちゃんの頃にね、お母さんに抱っこされていないっていうね、そういう、経験を持ったね、人たちが案外多いかもしれない、ね、で、例えばですね、僕なんか金八先生を見たのが高校1年生、ね、でその僕らの時に中学生の時、ね、中高の時にね、学校が荒れるってそんななかったんですよ。はーいって感じで、ね、なんだそれって感じですけどね、それがね、金八先生の、ね、2回目ぐらいを見ると荒れてんですよね、確か、ね、だからね、学校が荒れる、ね、もしかしたらね、そういう学校が荒れたりとか学級崩壊みたいな、今は学級崩壊とかっていうのね、一つ、ありますけれども、もしかしたらね、そういう、抱っこしなかった、ね、したくてもできなかった、ね、そういう世代が、の赤ちゃんたちが中学生高校生になって、なんだろう、その抱っこしてくれなかったみたいなね、そういう、気持ちがぶわっと湧いてきて、そういう行動に出たのかもしれない、ね、あくまで仮説ですよ、ね、で、よくねドラマでもね、
そんな話ありますけどね、僕は愛されてなかったから、ねねね、親から愛されたことがない、だから僕は親、子供ができても子供を愛することができるだろうか、ね、なんか美味しんぼでも聞いたようなセリフですね、はい、懐かしい、ね、で、そういう子たちがね、だん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 ね、お兄さんお姉さんになって、おじさんおばさんになって、まあ今に至る、ね、アラフィフになるわけですね。うん、そうすると、その年代の人たちが、育てた子供にもやっぱり影響があるんじゃないか。のが池川先生もおっしゃられていたところですね。要するに、きちんとね、育てられなかった、経験、ね、経験がない親たちが、ね、今度は親になる、ね。そうするとさらにその、流れっていうのはね、子供に影響を与えて、ね、来るんじゃないか、ね、ここはなかなかね、他では言われてないところかもしれないんですけれども、そういう影響って実は大きいかもしれないんですよね。ね、はい、ただね、それに対して鼻がかゆい、ね。じゃあどうすればいいのっていうね、それは、いろんな方法があるとは思うんですよ。ね、ただね、一番まず大事なのは何かっていうと、あ、そういうことがあったかもしれないな。に気づくこと、ね、これが大事ですよっていうふうに、ね、池川先生はおっしゃられてましたね、気づくこと、ね、いや思い出せないんだよねって、それはそうね、ちっちゃい頃ね、非常にちっちゃい頃ですからね、うん、ただね、そういう時でもね、なんだろう、もうね、ちゃんとやりたいなら例えばね、ヒプノセラピーをとかそういうのもありだと思いますよ、ね、でもそこまでいかなくても、なんだろう、ね、例えば僕であるならば、ね、僕が、ね、そういう経験はないんですよ、ね、ないけど僕が例えば、そういえば赤ちゃんの頃に親から抱っこされた経験、記憶がない、思い出せない、ね、で親に聞いてもそうだっていうね、あんたは川ね、橋の下から 拾ってきたとか、まあ、たまにそういう話、昔言われた人いません、ねね、橋の下から拾ってきたのよみたいな、ね、そういう感じだとしたならば、ね、もうね、自分のハートの中にね、そのちっちゃい自分をイメージして、それで、今の自分がね、その子を抱きしめてあげる。ね、それであなたは、この世に生まれるべき、ねね、大切な存在なんだよっていうふうにね、そういう感じで、言ってあげる、自分がですよ、まあ親に言ってくれっていうのもありかもしれないけどね、うん、自分でやっちゃっても、やっちゃった方が手取り早いですね。結局ね、それって、自分を愛するってことにつながりますからね、すごく大事なことだと思うんですよ。はい、そういうことをやったりしていくと、いいんですよっていう。ね、それって、そういう話です。そういう話ですって、なんか尻切れトンボみたいな感じになっちゃう、なっちゃう風に聞こえるかもしれないけど、ただね、本当に良かれと思ってね、国もね、いじめちゃえとかそういうんでね、そういう母子手帳にね書いたわけじゃないんです。良かれと思ってね、書いたことでしょうし、親御さんも良かれと思ってね、抱っこしなかったね。でもね、案外、そういう情報ってね、年々変わってくることって多いんですよね、本当に。ね、そういう意味ではね、
本当にいろんな情報が今特にね、バーッといっぱい、ね、来てるけれども、それを、鵜呑みにするよりも、一回自分で感じてみてね、それで、いや、これは取り入れようとかね、いや、これはいいや、みたいなね、選択していく、ね。それってすごく大事なことなのかなと思います。ね。はいはいはい。なんかガシャガシャしますけれども、はいはいはい。ね、でね、その後ね、まあ、会が終わった後、ね、いろいろ池川先生と日向さんとお話をしててね、まあ、いろいろ面白いですよね、日向さん、日向さんで。あの方はやっぱりね、未来まで見据えてね、いろいろお話しされる方なんで、武士さんね、はいはいはい。あれよね、あれですか。やっぱり子育てもそうなんだけれども、お父さん大事よね。大事ですよね。ね、なかなかでもね、そのより心地よい方向にね、自分を、まあ、向けていくね、男性って少ないでしょう。ね、まあ、特にね、そのスピリチュアルなことを信じなさいとかそういうんじゃなくて、本当に、自分の人生を考えて、幸せって何だろう、ね、そういうのを、ね、考えていくことってなかなか男性苦手、じゃない、ね、だからね、そういうことをね、あの本にするといい、ね、いかにね、あのこういう世界もあるんだよっていうのをね、本にするといい、ね、男性をね、いろいろ揺さぶって、揺さぶってっていうのは言ってないですけどね。ね、もっと心地よい世の中にしていくには、男性もね、例えば会社、命。まあ、最近はそんな多くないかとは思うんですけれどもね。うん、何が大事かっていうのを見据えて、ね、生きていく、ね。そういう男性が増えていくようにね、本でも書けば、なんていう話をしてくれて、ああ、そっか、ね。うん、なるほどな。ね、よくよく考えてみるとね、自分は、こういうスピリチュアルなね、ことに、なんか芽吹き始めたのって、やっぱり、山川耕也さんがね、かつてやられていた怠け者読書会っていうね、男性だけの、読書会。どうやらね、荒野さんがアメリカに行った時にアメリカのヒーラーさんからね、男性だけのシェア会を作りなさいっていうね、言われたそうです。それがあってね、荒野さんが月1回、ね、男性だけ集めて、行ったのが、怠け者読書会っていうね、シェア会です。本をね、例えば本を読んできて、その本の感想を言い合うとか、そういうのをね、とりあえずはやっていたそうですけれども、もう途中からはね、それぞれのね、お悩み相談だとかね、最近あったことだとか、そういうのをシェアして、みんなでね、なんだろう、高め合う、そんな会だったんですね。だからね、未だに、その頃のメンバーでも付き合いがある方いらっしゃいますよね。それから、ね、その後、ね、いろいろ活躍されている方もいらっしゃいますし、ね、面白いなと思うんですけどね。もしかしたらね、そういう、ね、シェア会、男性だけの、ね、やっても面白いかもしれないし、ただね、男性って、案外行動しないんですよね。女性の方って、感性で動くから、面白そうと思うと、ささっと行っちゃうですよ、ね。でもね、男性の場合にはね、それに行く意義は何だろうとかね、目的は何だろう。果たしてそれに、この貴重な、時間を使っていいのだろうか。
か、なんかね、そんな明日仕事だし、みたいな。ね、そういったところで、ね、なかなか、足、まあね、参加、実際に参加するっていう方ってね、どうかなと思うと、本を書くっていうのはね、確かに、ありありかもしれませんね。まあもちろん、自分なんかだったらね、もう自分の経験書いていくだけなんだろうなっていう、ところはありますね。はいはいはい。ね、男性とはこうあるべきであるみたいなね、そんな本なんか書けませんからね。まあ自分の体験、経験、ね、思いみたいなのを書く機会がね、もしかしたら、ね、今後、出てくるのかなっていうふうに思ってちょっとね、準備していこうかなっていう、ね、そんな感じがしてます。はいはい。で、そう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 。で、終わった後にね、いろんな話になったんですけどね、例の話になってね、例の話って言うと、ね、どの例みたいな感じですけど。池川先生が面白い話をされてて、ああそれすごいと思ったのは、それもね人から聞いた話なんですけどねっていうね、ことで教えてもらって、なんかある人が、ホテルに泊まったそうなんですね。でそしたらね、幽霊が出てきてね、いや怖いっていう人は聞かないでください、こうやってて。それでね、何回もね、ね、ちょっとね、ホテルの、ねね、高い階だったんでしょうね。そこの窓からね、飛び降りてはまた戻ってきて、飛び降りてはまた戻ってきてみたいなことをやっててね、いい加減にしてよって感じになったらしくてね、それを見てたね、その部屋に泊まった人ですよ。いい加減にしてよみたいな感じで、一体どうしたのみたいな話をしたら、なんか営業がうまくいかなくて自殺したんですみたいな、そういう話になったそうなんですね。で、だったら、みたいな話になって、だったらね、そのあなたが営業うまくいけば、ね、もう納得できるでしょ。じゃあね、私に協力してってね、まあその人もね、営業の仕事をやってたみたいで、ね、で、ね、それで、その、レイさんもね、はいっていうことで、レイさんに応援してもらってね、営業成績が伸びたんです、なんていう、そういう話があって、あ、すごい話だなぁと。別な、レイさんってね、悪い存在ではないわけですよね、全てが、ね。そうすると、ね、協力して何かをやっていくってのもありなのかな、みたいなね。もちろん、ね、きちんと分かって、こその話ですからね。あれなんですけれども、あ、そういうのもありかもしれないな。ね、最近ね、見方がね、だんだん変わってきて、面白い。あ、そういうこともあるか、みたいなね。はいはいはい。そんなね、不思議な話もね、お聞きしたりしてね、非常に、先週の水曜日はね、面白かったですね。で、その2日後にね、厚木で、今度はセミナーをさせていただいて、人間関係ですね、それに対してのね、いろんな見方がね、できますよ。そういうセミナーをやって、これは僕得意分野ですからね。まあ、主に生態で言われてることを中心にね、お話しさせていただきましたけれども、ね、非常に、ね、なんとね、いらっしゃった方はね、もちろんそのお盆の時期ですから、じゃあお盆の時期にやるなよって感じですけどもね、それでも、4人の方が来てくれて、すごいのはね、4名様で、ね、1人が近所の方、近所、ね、同じ市内の方で、
ね、この神奈川の方ですよね。もう一人が千葉の方で、もう一人が東京の方で、もう一人が埼玉の方。ね、だから南関東のね、各県からね、今回のセミナー、ね、参加していただいたっていう、ね。それってありがたいな。ね、そんな風に、ね、結構楽しめたセミナーでした。ね、ちょっと待ってくださいね。一応ご挨拶をね、こういうのどうぞよろしくお願いいたしますと。はいはい。まあね、何か、ご質問等がありましたら、テレビの掲示板、もしくはね、チャンネル2の方、ね、こちらもたまにチラチラ見てきますね。エコロさん、こんばんはです。いかがお過ごしですか、ね、多分チャンネル2の方がね、チャットは早く読めるんですよ、ね。今のところね、ホームページの、ね、掲示板の方は見れない。見れない。あとでね、カードでもやろうかな、なんていうふうに思ったんですけどね。見れない。そんな感じですので。はい。はい。まあ、それはそれでいいか。っていう感じですけれども。はいはいはい。それで、ね、水曜日で、水、十一、十二、土曜日にセミナーをさせていただいて、ね、これはすごくね、本当に、ね、面白かったんで、お腹かいてますけども、また、させていただこうかなっていうふうに。は思ってますので、もしよろしければね、気ままにご参加いただければと思います、ね。で、昨日、ね、いや、一日一日こういうの ね、水曜日のことってもう遥か昔のことで、ね、土曜日のセミナーはなんていうのもね、もう遥か昔のことのように今ね、思って言ってたんですけど、おとといのことでしたね。はい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 。ね、で、まあ内容につきましてはね、本当セミナーに出ていただいてっていうところなんですけれども、やっぱ最も大事なのは何かなっていうと、ね、水曜日のね、子育てについてもそうなんですけれども、自分のペースを守る。これに尽きるような、ね、気はするんですよね。自分のペースを認める。ね、よくね、生態の方ではね、子育てで最も大事なことはっていうと、自分のペースを、ね、自分のというか子供のペースですね、子供のペースを守ること。ね、せっついて早くしなさいみたいなね。それをやられると、その自分らしさから離れていくわけですね。もしくは、自分らしくやることを認めてもらっていない。ね、そういう感覚、悲しくなっちゃう。ね、でこれって、ね、大人でもそうですよね。大人でも、やっぱり、自分のペース、ね、ちょっと遅いよとかね。言っちゃうとね、やっぱりね、自分って認められてないのかなとかって思っちゃったりするじゃないですか。ね。で、じゃあなんて、慌ててやると、ね、そんなうまくいくもんじゃないし、ね。たまに慌ててやった方がね、うまくいく場合もあるんですけどね。ただ人から言われるとね、それが、自分にとってね、大事な人から言われるとやっぱり、ね、そういう感じにね、そういう意味ではね、
パートナーシップなんかもそうかもしれないですね。ちょっと反省気味にね、ゆきさんまだみたいなね、そういうのも、まあ、いけないんだよね、なんていうふうに思うと、ついつい言っちゃってる自分がいたりしますよね。まあね、そこら辺、ね、その自分のペースをね、守る。ね、はいはいはい。それは、やっぱりね、自分を愛することでもあり、そうするとね、いくらでも対応できるようになるわけですね。自分にゆとりができてくると。ね、人間関係っていう話になるとね、自分と全く、性格が違う人もいるわけですね。でゆとりがないと、余裕がないと、ね、そういう人に対してちょっと、ちょっといい、あっち行ってみたいな感じになるか、もしくはその人のペースに巻き込まれちゃう、ね、そういう感じになっちゃいますね。そういう時ってありませんか、ね。でもね、そういう時にね、まず自分のペースを守ること、ね、自分に、ね、ゆとり、ね、車の運転ではですね、ハンドルなんかの遊びなんて言いますよね。そういう遊びを作ること、ね、大事なところなんだろうなというふうに思いますね。はいはい。ね、まあ、それが人間関係においてもね、大事だよっていうね、ちょっと話を付け加えでね、させていただきました。ね、で、昨日、いや昨日はね、何をやっていたのかって言いますと、ゴロちゃんと、あるところに行ってました。ね、あるところ、ね、あるところってどこよみたいな、ね、ささっとね、これはいいかな、まあ、よしよし。こんな感じでね、昨日、ゴロちゃんにね、すごく嬉しそうに笑ってますね。はいはい。もうすぐ戻しますね。お姉さんがいるお店に行ってきたわけではないんですね。残念ながらね。これはね、銀座。にありますね、マジックバー、ね、マジックバー、お名前はね、12時さんだったわけかな。はいはい、ちょっと待ってください、銀座12時さん、今何時の12時ですよ、ね、はい、にね、2人で行ってきましたね。実はね、このオーナーの方も含めてね、結構スピテレビご覧いただいてるってことでね、ぜひ一度来てくださいねっていうね、誘われていたんですけど、なかなか僕、厚木じゃないですか。ね、で銀座って都会でしょ？都会でしょ？って なかなかね、行く機会がなくて、でも、ね、いつかはやっぱりね、行きたいななんていうふうに思ってたらね、お誘いいただいたんでね、じゃあ、で一人行ってもね、なんだか無口になっちゃうじゃないですか、ね、なのでゴロちゃんにね、一緒に行きませんって言って、ね、お誘いをしてね、ゴロちゃんとね、二人で初めてですね、マジックを見せてくれるね、そういうバーっていうか、バーなのかな、ね、すごく雰囲気がいい、ね、とこでしたけれども、そこに行ってきましたけど、ね、なんかね、ずっと驚いてました、僕。ね、すごいんですよ、うん。すごいって何がすごいのっていうふうに、ね、思われるだろうなとは思うんですけれどもね、ちょっと口で説明しづらい。ね、ところなんだけど、ね、トランプ
ね、トランプマジックって結構、ね、いろいろあるじゃないですか。ね、あれを、ね、まあ、いろいろ見せていただいたりとかね。で例えばって どんなのがあったのって言うと、ね、多分ね、ゴロちゃん、ね、今度見せてくれるんじゃないかなっていうね、スピテレビで。ね、ゴロちゃんがあれをどう見てるんだろうって、僕そっちもね、楽しくて。ね、ゴロちゃんって結構ね、じーっと見てる人なんですよ。じーっとね、人と違う観点からね、ゴロちゃんって見ててね、それがすごく面白いなと思うんですけど、ね、で、ね、ゴロちゃんが前に座ってて、ね、テーブルがあって、テーブルのね、向こう側にゴロちゃんが座ってて、で、マジックしてくれる方がいらっしゃって、ね、はい、じゃあね、で黄色い紙を持ってるんですよ。で、2枚。ね、何かなと思ったらね、じゃあ、これにね、何だったっけかな。名前が書いてありますから。名前が書いてある。書いてない黄色い紙なだけだよ。じゃあちょっと待ってくださいね。って火をつけるんです。ぼわっと。ね。マジック的なぼわっとした火なんですよ。マジック的なぼわっとした火。ね。で、それがぼわっと消えると、このぐらいのね、スパークリングワインの、ね、ボトルかなんかで、僕とゴロちゃんの名前が書いてあって。で、ウェルカムみたいなね。急にそういう、ね、紙が瓶になっちゃう。瓶になっちゃうね。スパークリングワインの、ね、ボトルになっちゃう、ね、そういうのとか。で、あとね、驚いたのもね、まあ、いくつもあるんですけどね。じゃあね、カード、トランプ、ね、カード一つ、一枚選んでください。ね、選んだですよ、ね。ハートの銃かなんか選んで。ね、じゃあそれを、ね、戻してくださいってね、トランプの山の中に入れて、ね、切ってで、テーブルに置いてでその上にね、両手を乗せてくださいってそれでトランプを押してください。押したですよ、ね、なんか感じますか。まあね、とりあえず感じる感じるかなんか言ってやってたんですけど、はい、じゃあ戻して手をね、離してください。カードがね、登ってます。ここにそのハートの銃のね、シールが貼られていたっていうね。いつつけたの？みたいなね。なんでわかるの？みたいなね、なんでハートの銃ってわかるの？みたいな、そういうマジックを見せてくれたりね。ステージマジックもね、非常に、良かったですね。まあそんな感じでね、銀座、のマジックバー、12時さんに、ね、ちょっと行ってきましたね。もしお近くの方はね、すごくいいですよ。ね、よろしかったら、ね、行ってみてください。ね、はいはい。まあそれ昼間だったんですけど、ね、昼間からねもうビールをガンガン飲んでて。ね、終わった頃にはね、かなり酔いが回って、ね、まあ、ゴロちゃんともね、これ以上飲めないし、ね、あれだなって言ってね、お別れをしましたけどね、まあ、ゴロちゃんが、その時の出来事をどう料理してくれるかね、ちょっと今から楽しみにしてますね。はいはい。よいしょ。ではね、掲示板の方からこの先に心の扉を開く今日のページ、8月14日誰でも独自の才能を持っています。誰でも独自の才能を持っています。
人一人が独自の才能を全体のために発揮し、貢献することで、生命というジグソーパズルの一辺一辺が集まり、一つの完璧なる全体が形作られてきます。あなたの持つ才能とは何でしょう？隠すのをやめ、それを分かち合ってはどうでしょうか？どの人の才能も全てが必要なのです。たくさんの才能があるとか、ほとんどない。何も与えるものは持っていないとあなたは感じているかもしれません。でもないということはありません。他の誰も与えることのできない独自のものをあなたは持っています。そしてそれは必要なものなのです。それが何かを発見し、与えていくのはあなた自身です。一つの大きな全体を作るには、あらゆる種類のものが必要です。どんな小さなネジ、歯車、バネだろうと、時計を作るには必要なのです。すべての臓器、ごく小さな細胞、原子でさえも一つの完成された体を作るには必要なのです。全体の一部としての自分の姿が見えるようになると、与えたいと思う気持ちを抑えたいとは思わなくなることでしょう。うん、そうですね。最後の。文章ね、全体の一部としての自分の姿が見えるようになると、与えたいと思う気持ちを抑えたいとは思わなくなるでしょう。そうですね。要は、循環してるっていうところで、見るならば、その自分ができることをね、やらないでいるっていうのは、循環を自分で抑えちゃってる。ね、自分のところで抑えちゃってる。ね、周りが循環できない。そういう状況になるっていうふうにもね、ある角度から見るとね、そう言えることですよね。誰でも独自の才能を持っています。ね、よくね、学校時代からね、質問じゃないですけどね、あなたの長所は何ですかとかね、あなたの短所は何ですかっていうね、そういうのを書く、ね、ことってよくあったと思うんですよね。で、案外短所はね、バッと書けるんだけど、長所は書けなかったりね。大体ね、長所のね、裏返しがね、短所だったり、ね、しますよね。はいはい。で、その長所を見つけるって結構ね、難しいんですよね。皆さんどうでしょうね。自分の長所ってこれですっていうふうに言えますか？あ、うちの方じゃない。いろいろとね、あれですね、キキララさんね、ありがとうございます。こんばんは。私は長男が生まれた時に、話が急に戻っちゃいますね。私は長男が生まれた時に、お母さんって何をする人かわからなくて泣いている赤ん坊と一緒にワンワン泣きました。おー、ああ、なるほどね。ね、お母さんってでもね、いるだけでいいんだよね。太陽みたいな存在だから、ね、うちのゆきさんがおどけてますけどね。お母さんの笑顔がね、やっぱり
子供はほっとするんだよね。旦那もほっとするけどね。ね、で泣いてれば泣いてるでね、泣いてるんだねっていうのがね、旦那サイドからの見方ですね。はいはい。あ、奈良千葉さんですね。はいはい。やっと一息ついたっていう、ね。奈良千葉さん、千葉から移住計画進行中です。なるほど。じゃあもしかしたら、奈良神奈川さんとか、奈良埼玉さん、もしくは、奈良大分さんとか。エコロさん、短所も長所もないって言ったら、面接では怒られた。ね、例えば僕の長所って何だろう、いいところ、ね、それからアピールするところ、みたいなところを見てみるとね、分かんないときにどうすればいいかっていうと、周りに聞くっていうのが一番いいことですね。うん、親に聞いちゃダメですね。親だとね、なんか無理して言ってんじゃないかなってね、信じきれない自分がいたりするんでね。もうね、いろんな人からね、できれば、例えば昔からね、付き合いがある人とか、それから最近、ね、仲良くなったとかね、そういう人からちょっと聞いてみると、そういう人に聞いてみるとね、案外面白い答えが返ってくるかもしれないんですよ。そこなんだみたいなね。ね、なんで、僕の長所って何、ね、そのお腹とかね、そこかみたいなね、で案外その自分にとってはね、当たり前のこと、それ普通だよねみたいなのが、実は長所、ね、他人にはそれな珍しいんだよとかって、ね、言われることってあるですよね。で日本人って謙遜好きじゃないですか。いやいやいや、ね、そうするとね、なんか、ここ素敵よねとか言われても、そうでしょうとはなかなか言わないわけですね。それどころか、いやってね、追いやっちゃう。ね、それ違うから、みたいなね。それもったいないですね。自分もよくね、やってましたんでね。本当にね、さっきの日向さんから、それこそ10年以上前ですよ。そんな前かな。ブチさんすごいよねって言われて、すごいんだと思って、何がですかって、ね、だってね、元学校の先生でしょ。うん、だってね、自分学校の先生普通だもんっていうね、周りね、15年間ね、周り先生か、ね、生徒かどっちかだったね、はい、そういうところでしたからね。で、先生辞めた時点でね、先生ではないわけですね。それも15年間、教師をしたっていう経験っていうのは、やっぱり大事、大切な、ね、周りから見るとなかなか経験できないことなのかなっていう感じがしますよね。で、元学校の先生で、で先生やめてね、しかも生態の勉強ね、生態師でしょ、はいはい、ね、ってことは体のこともよく知ってるわけじゃないですか、ね、体のこと知ってるのとね、痩せるのとちょっと違いますけど ね、 ね、ある程度は知ってますよね。なんだろう、生理学的なところっていうのはそんなにね得意ではないわけですけどね、でもそれなりに知ってますね。はいはい。で、スピリチュアルなことを勉強してるでしょ。はいはいはい。ね、要は心のところだよね。ね、うん、そうすると思うのね、元先生で整体をしていて、しかもスピリチュアルなことをやってる。すごいじゃない。って言われたんですよ。で、
そう言われた時のね、僕はそんなもんかなみたいな感じだったんですね。あんまり元先生っていうのはね、こんなに、なんて言うんでしょう、だったもんねぐらいの、ね、ところなんだけど、ね、そこのところもね、だからよくよく考えるとね、例えばね、先生やってて、なんでしょう、ね、いろいろと面談みたいなのもね、もう数えきれないことやってきたりとかね、まあ、子供さんたちも見てるわけだし、ね、そう考えるとね、あ、もしかしたら、ね、あんまり経験できないことなのかもしれないなと、だんだん最近は、思いつつありつつ、そうすると僕結構いいみたいなね、いいいいまで言っちゃうとね、行き過ぎだとか言われそうですけれども、ね、はい、だからね、聞いてみる、ね、聞いてみてね、でそこで出てきた、言葉をね、謙遜しないで、ね、あ、そうなんだ、そこが僕の長所なんだ、ね、素敵なところなんだっていうね、思うっていうのはね、すごく、新たな自分を発見する、ね、材料になるかもしれないですね。ぐちさん、旅行でも、さっきのあれですね、旅行でも行ったことのない場所に移住しようとしています。どこですか？大島？なんで大島？ね、ララタマ、いいですね。あ、沙織さん、どうも。武士さん、こんばんは。自分の長所がよくわからなくて、この間、あんこさんと、クイラさんのスピリチュアルテレビで教えていただきました。あ、なるほど。ね、それは良かったですね。そこはね、だから本当にね、聞いちゃう。ね、あんまし聞くとね、なんだろうとかね、思われちゃうかもしれませんけれども、ね、そこはね、聞いちゃうって感じですよね。エコロさん、スピリチュアル的にはそんなものはないのだと思うと、もう一般人とは付き合いきれない。ね、最近自分は何かも説明できる、ね、それはそれで、ね、面白いですよね。仕事もしてないし、障害があることを自己紹介に使うのもなんだし、ね、うん、そこは、ね、気持ち次第、ね、自分がどう思ってるか、ね、それで OK だと思いますよ、ね、自分は何かもそう説明できんっていう、ね、それを逆に、ね、いろいろと探されてきたからこそ言えることかもしれないかな。まあそんなことやる機会もないけど、ゴーヤの皆さん、私の掲示板ね、すいません、僕のもね、実はね、ホームページの方がちょっと反映がね、ずいぶんされないんでね、どうしようかと思いつつね、ですので、もしね、スピテレビ掲示板書いたんだけど全然出てこないなっていう人はね、チャンネル2の方もね、見ますんでね、そちらをご覧になってみてください、ね、ゴーヤの皆さん、こんばんはですね。おー、キキララさん、どっちがいいのか、ナラチバさんがいいのか。伊豆大島はダイバー時代に毎週末行ってました。あ、そうですか。すごいな。毎週末。いいね。なんか、昔の、ね、ドラマみたいです。昔の、今のドラマでもいいんだよね。ね、昔のっていうのは何を、あれかっていうと、男女七人、夏物語とか、ね。あと、よくね、たまにやってたんだけど、鶴ちゃんかな、鶴ちゃんが、主演で、必ず振られるんだけど、ね、だいたいね、その終わりぐらいになるとね、
ユーミンのチャラチャチャラチャチャラチャチャチャラチャラチャ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 みたいなね、そういう曲が流れたりサザンの曲が流れたりするっていうね、夏よくやってたドラマがあったんだけどね、それをふっと思い出したもので、ね、はいはいはい、ね、ね、今日もね、パパッパパッって聞こえてますけどね、これは、うちの息子がね、このパソコンに入れたアプリのね、あのスカイプではないやつなんですけどね、何か誰かが何かを書くとベベッとね、なるんですよ。なのでちょっとお聞きづらいかもしれませんけどね、ご了承ください。ね、音が消えなくなるといいのかな、消えるといいなとか思うんですけど、はいはい、まだ反映しませんね。はい、あ、北海道、北海道、でっかい道、ね、はい、いいですね。ああ、なるほど、チャンネル2はそうですね、番組終わると消えてしまうっていうのは寂しいところですよね。実はね、前ね、ずっと長らく使っていた掲示板というのは、ね、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、アメリカかどっかの、ね、会社のやつだったんですよ。で、有料でね、結構いい値段したんですけど、やっぱ必要だよねっていうことで、ずっとその掲示板をね、使っていたんですけども、なくなっちゃったのね、その会社。ね、まあ、すべてのものはね、流れていきますから、ね、しょうがないって言えばしょうがないんですけど、まあ、こういういたしかゆしっていうのもね、まあ、ある意味、そういうのがあってもいいのかな、みたいなね。特に僕は体壁で言うとね、体壁って、生体で言うとね、体つきと、ね、その行動パターンのね、リンクっていうところですけどね、僕の体つきの人ってのは、大体、まあ、いいか、みたいなね、ところが、非常にあってね、なんか困ったことがあってもね、次の日になると忘れちゃうっていうね、そういうタイプなのでね、もしかしたらね、いや、それは違うっていう人にはね、牛さん、どうにかしてとかね、言われちゃうかもしれないと恐縮なんですけど、エコロさん、スカイプもやってないし、誰に自分は誰かとか言うこともないなとね、なるほど。確かにね、新しい場に行かないとね、あんまり自己紹介なんてしないしね。ね、ララチバさん、旦那を漁師に仕立てて、ああ、なるほど、北海道に移住します。はい、いいですね。ね、鮭を取るとかね。鹿狩りをして暮らしますね。はいはい。ね、いろいろと素敵な夢をお持ちなんですね。鹿狩り、ね。いいですね。昔ね、宮沢賢治さんのね、いろんな本読んでて、名前忘れちゃったんですけどね、山の漁師の、ね、物語、ね、短編ですけどね、なんか良かったな、漁師でね、鹿じゃなくて熊を取る、熊取り姉妹、ね、いろいろ言ってますけども、ようやくね、夜ですよね、どうやら熊がいる、ね、見つけて、ね、静かにね、その熊たちがいるところに近寄ってくる満月ですね。で、内容をね、詳しくは覚えてないんでね、あれなんだけど、多分ね、親熊と子熊がね、
なんか嬉しそうに満月を見てるっていう、そういう光景だったかなと思うんですよ。で、こう銃をね、構えていた漁師が、その、ね、満月を見ながら、なんか嬉しそうにしてるね、その熊の親子を見たら撃てなかったってね、そっとね、銃を、ね、しまって、静かに熊に気づかれないように、その森から、ね、去っていったみたいな、ね、話があってね、なんかね、いいなっていうふうに思いますよね。昔のね、漁師さんってやっぱりすごく信仰深い方が多かった。山の神じゃないですけどね、うちにもいますけれどもね、全てだから、素晴らしい存在、ね、人間が偉いよっていう、ね、感じじゃなくて、ね、本当に大自然に、ね、育まれて、同じ対等の関係でね、熊とね、自分が、ね、生かされてるっていう、ね、ただ、こういう仕事を選んで、ね、命をね、いただく、わけだけれども、それもそれで本当にね、ありがたくね、いただく、ね。おそらくね、まあ、昔の漁師さん、ね、そういう感じだったんだろうなっていうね、ふうに思うとね、なんだろう、漁師さんってね、すごいなっていうふうに思いますよね。はい、まあふっと、ね、そんな話を思い出しました。ゴーヤの目さん、札幌は涼しいお盆を過ごせてますよ。あ、そう。ララシャケ。なるほど、ね。いいね。ララシャケさん。ララジンギスカンさんじゃちょっと違うね。ララシカ。全国的に、鹿の被害がひどいので鹿狩りします。あ、なるほど、ね。そうなんだ、ね。おそらくそれもね、鹿さん自体はね、熊と一緒で、奥山にね、生きていたんでしょうけれども、多分奥山の奥山さんって知り合います。言いますけどね。奥山で食べれなくなっちゃったんですね。森林伐採とかね、かなり奥でもね、やられちゃって。だから、そこじゃ食べれないっていうことで、里に降りてくる、ね。そういう鹿も多いんじゃないかな。まあ、熊さんもそうですよね。そこら辺はだからね、まず、ね、奥山、ね、野生の動物たちが暮らせる場所っていうのをね、きちんと保護してあげるなんていうのはね、なんか人間が、上から目線ですけれどもね、そうじゃなくてね、本当に、まず、ね、この貴重な自然を守っていこうよっていうね、もしね、ちょっと、ね、破損したところがあったら、そこをね、本当に元に戻していくっていうね、そこから始めないと本当にね、被害っていうふうになっちゃって、ね、本当に被害なんですけど、でもその元は案外人間かなって思うとね、ちょっとあれですよね。北海道はジビエ、ね、推奨してますね。ああ、なるほど。そんな多いんだ、ね、はい、とね、チャンネル2の方が盛り上がってますけども、チャンネル1の掲示板がね、本当なかなかまだね、
僕の方だとね、8月13日10時27分のタマさんで終わっちゃってるんで、もしね、あの掲示板の方書いてるんだけどなっていう人はね、ごめんなさいね。はいはい。今日は、チャンネル2の掲示板を中心にね、お話の方を、ね、進んでるような、そんな、気がいたします。で、まあその話はいいかね。ね、まあ今日もねセッションさせていただいてて非常に面白かったんですけどね。最近はねあのスピリチュアルヒーリング。では最初に、ね、あの気当てで、ね状況を拝見させていただいてから、どうすればいいかなっていうふうに、やっていくことが多いんですけれども、ね今日は、ね、すごく珍しい反応で、と思ってね、え、何ですかっていう、ちょっとね、変な、ね、エネルギーがみたいな、ところだったんですけどね。で、まあ、とりあえず、あれやこれや、ね、駆使しまして、どうなるかなと思っていたらね、最後の最後でね、あのその方も、すごく繊細な方で、実、なんか、あれですよ、先生、なんか、見えてるっていうか、イメージなのかもしれないですけどね、お腹からね、あの黒い小人みたいな、存在がね、いくつもいくつも、ね、何人も何人も出てって、北の方向に向かってみんな走ってますっていうね、そういう説明をしていただいて、ねあ、そうですかってね、で、あ、今いなくなりました。あ、そうですか、ね。その間何やってたのかっていうと、ね、ゴフじゃないですけどね、ちょっとね、そういうエネルギーを入れた、字を書いて、ね、本当にその人のお腹にね、こうやってやってたんですよ。これだけじゃないですよ。ただ、動作としてはね、その波動をね、その存在、エネルギーに近づけるみたいなことをやってたんで、ね、そしたら、ね、なんか逃げていきましたよ。ああ当たり正解だったんだなっていうところだったんですけどね、実は妖怪反応が出てて妖怪はちょっとなぬらりひょんですかなんてね後で聞いてましたけどぬらりひょんじゃないですってね、ぬらりひょん、ね妖怪の親分みたいにね言われてますね、そういうあれじゃなかったんですけどね本当にねいろいろとねセッションでもね、いろんな経験させていただいてありがたいなっていうふうに思いますけどね。とりあえず去っていったよ。よかったです、ね鹿肉も販売している会社に旦那が再就職しようと。ああ、そうですか。私としては沖縄に、全然反対だったんですね。ね大島にね、毎週末行かれていたぐらいですからね、沖縄の方が、ね、ララチバさん的には良かったかもしれないですよね。はい、まあ、いろいろと、ね、厚着でやってます。まあ、珍しく紹介も、リラクゼーションルームアーネラというお店をやっておりますね。とりあえず、ね、スピテレビの掲示板の方にも、かな。じゃあ、いつこれが掲示されるのか。チャンネル2の方。
ああ、そっか。アドレスはこっちはダメなんですね。なるほど、なるほど、ね。チャンネル2のアドレスはダメっぽい。のでね。はい。ああ、でもあ、これはダメって感じかな。はい。エコロさん、沖縄の方がいいですね。暖かいし、寒いのは苦手。ね、はい。そうですね。だから夏は北海道で、秋から春にかけて沖縄みたいな感じが僕はいいかな、ね、暑いのもね本当にね汗ばっかバーっとかいてね。でも沖縄でも夏行きたいもんね。北海道もやっぱり北海道らしいっていうとやっぱ冬なんでしょうね。冬の北海道は行ったことありますけどね、やっぱりいいっすよね。はいはい、なんで蚊に食うと無口になるんでしょうね。はい、一応潜水士なのかな、資格持ってるんですよと。なるほど、素晴らしい。はい、未だ掲示板、反応がありません。恐縮です。はい、ということで、ということで、日本の神様カード、ね、これをやっていきたいなっていうふうに思いますけれども、今日はね、スピテレビの掲示板はね、書かないでください。ね、書いてもね、いつ出てくるかわからないので、なんていうの出てきちゃったりすることもあるんですけど、ね、これ出てくるときすぐね、出やすくなるんですけれども、ね、はい、もしね、自分の引いてっていう方がいらしたら、チャンネル2、YouTube の方のね、映像の横のね、チャットの方にね、書いてみてください。カード希望ってね。はい、そしたらね、引かさせていただきたいと思いますね。その間ね、今日ご覧になっている方、皆さん、ね、全体への、ねカードを引いていきたいと思いますね。おお、最初に引いたのが、ね、このカード。協調カード。僕は決まってますけれども、すごく強調して、早秋津彦の神、早秋津姫の神、亀さん、チャンネル2の方で、ね、言ってください。今日強調なのでこれがね、強調されますよっていうところで。よいしょ、手放すことがもたらす解放、手放すことがもたらす解放、自分自身へ戻る、私たちに委ねてください。握り拳を開いて手を離し、流れるままにゆったりと海へ向かいましょう。力を抜いて手を離せば、重いものは下へと沈みます。ただ水面に浮かび、永遠の一部になるのです。もう自分の正しさを証明する必要はありません。ね、まあさっきもね、自分のペースを守りましょうなんていうね、話をさせていただきましたけれども、ね、本当にね、その自分に戻るっていうのはね、特に大人にとってはすごく大事な、テーマなのかなっていうふうに思いますね。ただ男性、多くの男性はね、プラスプラスしていくですよ。ね、プラスプラスね。未だになんでプラスプラスにしたいかっていうと、もっと良くなりたいっていう
まあ、これは悪いことじゃないんです、ね、もっと良くなりたい、ね、ただそれがどこから来てるのかなってね、考え直すことはすごく大事なところ、ね、それが不安から来てるとするならば、不安でプラスしたものっていうのはあんまりどうかなみたいなところはあるわけですね。まあ、将来のためとかね、いろいろだね、ありはありなんですよ。うん、ただ、それが本当にね、不安、ね、こうなったら不安だからみたいなところで、ね、保険に入る、ね、とか、ね、不安だからね、ちょっとこれも取り入れてみよう、ね、あれも取り入れてみよう、ね、そうやっていくうちに自分が見えなくなって、いっちゃう、ね、本来の自分に戻るとは逆の、うん、ことになっちゃう。わけですよね。それよりもね、一枚一枚ね、もう手放していく、ね、これって本当大事なことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。強調で出てますんでね。海行くってのもいいですよ。ね、海はいろんなものをね、エネルギー的にもね、外してくれる、うん、そういう場ですからね。はいはいはい、海行けないんだけどみたいなね、そういう場合は本当にね、お塩をね、たんまりと自然の塩ですよ、持って、お風呂に入ってね、体あれ、まあ、ゴシゴシやると案外痛いからね、軽くね、体中に、ね、つけてね、でさらにね、口の中にも塩を入れてね、歯磨くとか、それだけでもね、結構ね、海気分っていうかね、海での浄化の気分になれたりしますんでね、おすすめしますね。はいはい。海行くってないですね。四六時中もとかね、はいはい。やっぱサザン。日本の夏、サザンの夏みたいなね。では、ね、ありがとうございます。どうかな、はい、ミルラさんですね。ありがとうございます。ミルラさん、キキララさん、サオリさんですね。ミルラさん。はい。ミルラさん。うん、おお、竹見な方の神、いいですね。竹見な方の耳を澄ますと見えてくるもの。疑いに勝つ。本当にやりたいことを知る。あなたの夢を教えてください。本当にやりたいことは何ですか？もう一度自分に問いかけてみましょう。その夢に手が届きそうにないと思えても、チャレンジするだけの価値があります。自分の中の疑いに勝てるよう、私が助けましょう。なんだろう、もう一度だからね、リセットして自分の方向性を、ね、見定める、ね、そんな時期に来てるのかも知れないですね。ただね、何かに対して もし迷いがあるならば、その迷いをね、楽しんじゃうっていうのはありですね。迷ってる時期はちゃんと迷わないと次進めませんね。で、もうこれで行こうみたいなところがあったら、これなんか鎌みたいなの持ってますけどね、神様ね、もう行こうっていうふうにね、すべてね、ふっとね、断ち切って、ね、スタートする、みたいなところ、大事かもしれないですね。
まあ、そういう意味ではね、自分の中の、やりたいことを整理していくとか、よくおすすめしてるのがね、書くこと。何でもいいからね、出てきたことを書く、ね、そういうワークがあるですよ、ね、うちでも売ってます、ね、ソウルライティングっていうねやつですけれども、それ別に買わなくていいんで、要は、ね、書く瞑想だと思ってください、ね、それで、ね、要は、ね、静かにね、自分一人になれる空間に行って、ノートにね、今日の日付だけちゃんと上に書いて、ね、あとはね、で、その時に出てきたことをね、浮かんできたことをね、そのまんま素直に書いちゃう。ね、意味ないよねとか思ってもね、書いちゃいます、ね。意味ないよねっていうふうに思ったら、その意味ないよねっていうのを書いちゃう。ね、でその次どんな言葉が出てくるだろう、ね、そうしていくと、潜在意識の、ね、お掃除になります、うん、それから、その潜在意識の中にたまったゴミの中から本来、ね、自分が大切にしているものが、掃除されると、ね、出てきます、ね、どんな言葉が出てくるか、ね、でそれをね、それを書いてるときはね、そんな思わなくていいです。とにかく出てくるもの、出てきたものを書く、ね。そういったことをね、暑いですからね、涼しいお部屋の中でね、やられてみるといいかもしれないですよ。ね、はい、キキララさん、キキララ千葉さん。罪の三子、これ僕がね一番最初に神様カードで引いたカードですね。綿罪の三子、海の深いところのフィーリングにつながる。おお、ダイビングですね。ダイビングに行きましょう終わりね、海の深いところのフィーリングにつながる、未知なるものを目指す冒険心、海面は荒れていても海の底に深く潜っていけばそこは静かで、ゆったりとうねっています。自分の中に深く深く潜っていきなさい。そこの流れとね、リズムに安心して身を任せ、本当に望むものが見つかったなら水平線の彼方へと出航するのです。水平線の彼方にはってやつですね。私たちがあなたの旅路を力強く見守りましょう、ね、はい、面白いですね。海に入るっていうのはそうですよね。ある意味その自分の、ね、内面を感じることともつながってくるのかもしれないですよね。はい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 。とにかく海って潜ってくださいっていう話です。そういう話？ね、はいはいはい。で、ね、大きいテーマじゃないですけども、不安の反対って安心ですよね。ね、でよくお話しさせていただくのは、その、人によってその不安の窓と、安心の窓、ね、いろんな方向に窓があるわけですね。それは、ね、自分がどこを見るのか、ね、どの窓から見るのか、ね、その時に、例えば、ね、不安の窓から見てるか、それとも安心の窓から見てるかっていう、そういう話なんですけれども、
ね、不安っていうのをね、抱えてる。例えば、さっきの話で言うと、もしかしたらね、その、ちっちゃい頃にね、抱っこされなかったって、これすごく不安ですよね。そうすると、不安の窓っていうのが案外多く開いていたりする。ね、全く開いてないって人はね、能天気すぎて大丈夫っていう感じなんですけども、ね、そういう不安の窓がね、多く、あると、ね、どうなるかっていうと、今はこの不安、なわけですよ。例えば、うん、彼氏とね、付き合っていけるだろうかっていう不安、ね。ところが、その不安がなくなったら、仕事、果たして私やっていけるだろうかってね。絶えずその不安の窓を探すわけですね。ね、で、こっちの不安がなくなったら、こっちの不安を、っていう感じでね、はたから見ると不安がそんなに好きなのみたいなね、うん、で安心の窓を見てる人ってね、いいところしか見ない、ね、あそれって大丈夫って言って、うん、でもねこれこういうところ面白いと思わないとかね、うん、そういう人、ね、で案外ねどっちの窓が開いていたとしても、で、起きることって同じことが起きやすいですよね。ただその不安の窓で見ているか、それとも、安心の窓で見ているかでもって、気持ちの中ってのはずいぶん違うわけですよね、うん。で、よく言いますけれどもね、不安から始めたことってあんまりいい、うん、結果が出なかったりする、ねところがありますからね。そう考えるとね、まあ、なるべく、あ、不安好きなのかな、僕、みたいなね、そういうところで、ね、自分がどんな窓からね、常々見てるのかなっていうふうに見ていくのがいいことだと思います。ね、まあ、いいとか面白い見方かもしれないですよね。それから、まあ、不思議なね、言い方ですけどもね、執着。ね、執着のツボがあるっていうふうに生態では言ってますね。執着です、ね。執着しやすい人はここがね、張りやすいよっていうね、ところなんですけど、まあね、そこだけじゃない、ね、執着だけじゃない、ね、いろんな、ところでね、そこって、痛くなりやすい場所なんですけどね、とりあえずお話、お伝えすると、この肘から見えてるかな。この肘からね、ちょっと指先側に行ったところ、なんとなく筋みたいなのがあるんですよ。で、ここちょっとね、ポリッポリッと弾くと見えます。こういう感じ。見づらいね。こうかな。あ、これが、うん。わかりやすいですね。だいたいここら辺、肘の力、ここら辺。で、こういうふうに弾いて、筋になってるんですけどね。こう弾くと、よいしょ、よいしょ。指先までちょっとね、ちょっと痛みがね、つながるような感じの場所。ここは腕の三輪っていう場所ですね。これのね、これエネルギーラインなので、この腕の三輪の先にあるエネルギーラインの上にあるね、エネルギーライン上にあるツボとして有名なのがね、この合谷っていうところですけれどもね、執着のポイントっていうのはここの腕の三輪、ね、ここを押してみてちょっと痛いっていうと、まあそれだけじゃないんですけどね、うん、ちょっと執着から離れるかもしれない、ねね、手放すっていうところではね、案外こういうところもちょっと自分でね、
押してみるといいかもしれないですね。沙織さんですね。沙織さん。おお、いっぱい飛んだ。で、一番遠くに行ったやつ。じゃん。おお。玉の矢の御事。玉の矢の御事。はい。磨くこと、物を大切にする。古いものを美しく保つ。あなたは身の回りのものを大切にしていますか？物には心が宿っているのです。身の回りのものを愛おしんでください。あなたの気持ちは物に伝わり、それはさらに豊かさを生みます。心を込めて玉を磨くと、魂が宿るように、愛は神聖さを生み出します。物を大切にすることは、あなた自身を大切にすることと同じです。玉の矢の御事、磨くこと、物を大切にする。古いものを美しく保つ。いかがでしょう。最近は断捨離っていうのがすごく流行っていて、それはそれで、OK だし、自分なんかはね、断捨離からするとね、さっきの大壁じゃないですけれども、案外、物を大切にしてるっていうよりもね、物と一緒にいて全然負担じゃないタイプなんですよ。そうすると、うちのね、ゆきさんがね、もうちょっとなんとかしない。した方がいいかもしれないよって優しく言ってくれるんですね。優しくね。はいはい。ね。だから、ああ、そうだな、なんていうふうに思うんですけれども。どちらかというと自分って、例えば道具なんかそうですね。植物もそうですけれども、案外対等じゃないけど、なんかね、気遣いとしては人を気遣ってるのとあんまし変わらない感じで付き合ってる感じがするんですよね。そうするとね、案外それもね、例えば、ね、よく言いますけど、ハサミなんかもね、感謝した方が切れるよなんてよく言いますよね。感謝していく。いろんなものに対して。捨てるときもね、感謝して捨てれば、いいと思いますしね。そこのところでね、いろんなものに対してね、自分が普段付き合っているね、ものに対して、ね、例えば、枕さんとかね、布団さんとかね、感謝をして、例えばね、干してあげる、ね、そういうのをやっていくと、それは案外自分を優しくするのと一緒のことにもなりますしね。はいはい。うちマンションなんですけどね、1ヶ月、2ヶ月かな、改修工事で、ようやく今月の末に終わるんですけどね、ずっとね、長らく、なんていうんです、そのマンションの周り黒く覆われていたですよ。ね。それだけで、ね、やっぱ波動が変わっちゃうんですよね。ましてやね、洗濯、布団干せないみたいなね、どうすんだいみたいなところがあったわけですけれども、ね、ようやく、それがなくなって、ね、ベランダにね、干せるようになって、ベランダに布団を干せるようになった。ね。じゃあ干そうよっていう感じなんですけどね。まあ最近ちょっと雨なんでね、ようやく干せるようになったんでね、これから干していこうかなと思うんだけど、まあ自分の周りのものを大切にするっていうのはね、本当に自分を大切にするとイコールのところ、だったりしますね。それから、
ね、その大切にするっていうことがね、自分を愛することでもあるんだけれども、その自分を磨くっていうところにもね、案外つながっていくところがあるかもしれないですよね。例えば、自分が好きだった本をもう一回読み直してみるっていうのもね、まあ夏らしくていいじゃないですか。ね、そういうことをやられていくとか、ね、それからね、自分が好きだったことをね、そういえば最近やってないなみたいなことをやってみる。ね、それからちっちゃい頃にね、やりたいなと思ってできなかったことをやってみる。いいかもしれません。大人買いって言葉あるでしょ、ね、あれ大人買いって言葉はね、ここ何年、ね、ね、昔はない言葉ですよね、ところが最近大人買いって言葉が出てきたね、僕はねいい言葉だと思うんですよ、大人買い、ね、きっと子供の頃できなかったっていうね、でも大人になってこれができるみたいなね、買えるよみたいなね、そういうインナーチャイルドを癒す言葉なのかななんていうふうに思いますね。何かを大人買いしてみるっていうのもありかもしれない。ね、スイカだとまずいですけど、ね、メロンとかね、すごい、まん丸一個をね、自分で食べちゃうみたいな、ね、一人で食べちゃうみたいな、ありかもしれません。ね、そんな感じで ね、磨くっていうとね、なんかちょっと自分に対して一つ厳しさみたいなのを、ね、感じる方も、厳しくするっていうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれないですけども、それは、そういうのを好きな人がやればいいんです。ね、自分に厳しくするとかね、それよりもね、だから厳しいことが好きな人は厳しいことをやる。それはワクワクすることですけど、自分を磨くことになる、ね、だからアイスクリーム好きな人は、アイスクリームを食べる。これが自分を磨くことになるかもしれない。ね、まず食べてみる。ね、果たしてどうか、ね。少なくともね、嬉しいっていう気分にはなりますよね。で、ピカピカ光る自分が。それが自分を磨くってことかもしれない。ですね、はい、だから無理にね、やんなくちゃいけないかみたいな感じでやるのは自分を磨くことからは外れていくことっていうふうにね思われてもいいかもしれないですね。はい、ミルナさん、確かに将来について迷いがあります、整理するために各瞑想を試してみます。はい、ありがとうございます。ね、キキララさん、未知なる地に行きます。はい、家を探してる場所は、ああ、海沿いです。よし、行くぞと思ってきました。水があるところに住みたいのです。うん、いいですね。水の中が一番安心するのです。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、スピテレビのホームページの方。結局、ずっと僕が見てる限りと、ね、変わりませんでしたね。ありがとうございました。ね、はいはい、ね、もし何かありましたら、ね、チャンネル2の方の、ね、チャットに書いていただければというふうに思います。うん、じゃあね、もう、ね、気がつくと10時回ってます。はい。そろそろ終わりにしようかなと思いつつね、ちょっとね、イメージ瞑想の方をやってね、今日は終わりにしたいと思いますね。何をやるのか、何やるんだろう。ね、もうね、ご存知の方はご存知だと思いますね。ゆっくりとね、腰の根元をね、仙骨っていうハートの形をした骨がありますね。でその上に、腰の骨、胸の骨、胸椎ですね、そして首、頸椎、最後頭、ね、
下の骨から順番にね、左右に揺れて、最後に頭が揺れる。で、頭をね、心地よく揺らすために、首の力をね、抜きます。抜くためにね、ちょっと頭を前に垂らしていく。それがね、楽じゃない人はね、首立ててもいいですけどね。どのぐらい揺らすかなっていうのはね、人それぞれ、ね、自分のペースでね、呼吸は自然呼吸で、ゆっくり息を吸って、吐いて。強いエネルギーが第7チャクラ、頭頂より入ってきます。吐く息とともに、その心地よい光が自分のハートを広げていきます。吸う息とともに、どんどん心地よい自分を許すエネルギーがハートに入ってきて、吐く息とともにハートが自分のペースで広がっていくのをなんとなく感じてみてください。吸う息とともにどんどんハートにエネルギーが入ってきて、吐く息とともに本来のあなたのハートの形にハートが広がっていく、そんなイメージですね。肉体のあなたはこれを繰り返していきます。エネルギー体のあなたはしばし肉体から離れて小さくなって小さくなって小さくなって、あなたのハートの中に入ってきます。今はエネルギー体のあなたの視線でハートの中を眺めてみてください。どんな様子を見たり感じたりすることができるでしょう。人によっては具体的なイメージ、例えば家であるとか自然、特定の場所、もしくは色、匂い、ある種の感覚で自分のハートを感じると思います。しばらくそのハートの中をいろいろと探検してみます。そのハートの中にもしかしたら森があるかもしれません。海があるかもしれません。人がいるかもしれません。森があるかもしれません。宇宙があるかもしれません。自分の目の前に現れたもの、楽しげに見つめてみたり
入ってみたり、遊んでみたり、話しかけてみたり、こんなことをしてみてください。呼吸は自然呼吸で、吐くときはふーっともういらないエネルギーを大地に返す感じで呼吸していきます。今やってることが一段落したら、周りをちょっと眺めてみてください。高い山があなたの目に入っていきます。とても高い山なんですけれども、とても懐かしい感じがする。何度かその頂上に来たこともあるような、そんな懐かしい感じがする山です。あなたは今やってることが終わったら、その山の方を見て、その山に向かって歩を進めていきます。周りの風景を眺めてみてください。とても懐かしい感じがしたり、周りの自然たちもあなたを久しぶりっていう感じで迎えてくれている。そんな気がするかもしれません。山を登っていくと、見た目よりもどん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 頂上へ向かうことができる自分を感じます。あなたは自分の中でこの山に何度も登ったこと、それからちょっと高く感じるけれども、実は容易に頂上まで行ける自分の聖なる山であるということを思い出してきます。だんだん頂上が近づいてきます。そして、その頂上ではこの王国、ハートの王国を守っている存在があなたを待ち受けています。それは人によって、人に見えるかもしれない。動物に見えるかもしれない。木、花、草などの植物に見えるかもしれない。もしくは目にも見えないスピリチュアルな存在かもしれません。ただ言えることは、その頂上で、このハートのあなたのハートの王国を守っている存在。あなたはどんどん頂上に近づいていき、その存在を肌で感じていきます。だんだんその存在が見えてきます。あなたは頂上にたどり着き、その存在、ぎゅっと抱きしめて、いつも私のハートを見守ってくれて、ありがとう、と声をかけてください。もしかしたら森があるかもしれません。海があるかも。そして、
その存在から今の自分にとってキーワードとなる言葉をもらいます。今のあなたに必要なことは何々です、という言葉かもしれません。ただ一つのキーワードかもしれません。一言、場合によっては言葉ではなくて感覚でその言葉を教えてくれるかもしれません。しばらくその言葉に耳を傾けます。ではそろそろ帰る時間が来ました。ゆっくり、そのハートを守るキーパーに挨拶をして、ぎゅっとハグをして、これからもよろしくお願いしますと声をかけ、さよならをして山を下っていきます。もしかしたら、行きの時よりも周りの自然も豊かに美しく生き生きと感じられるかもしれません。あなたがこのハートの門番、守り神って言ってもいいですね。語り合うこと、ね、ハート全体が喜んでいる。そんな感じがします。山を降りたら、もう一度振り返って、いや、その山を見ます。そして、あなたのハートの中の世界をもう一度見つめ直してください。ではゆっくり今ここに戻っていきます。大きく息を吸って、吸い切ったら一回息を止めます。そして息を丹田にぐーっと下にぐーっと持っていって、グランディングですね。そしてゆっくり息を吐きながら目をゆっくり開けて終わりにします。はい、ありがとうございました。沙織さんね、ブスさんありがとうございます。私も何かを捨てるときはありがとうございました、感謝していますと言ってから捨てるようにしています。自分磨きになるかは分かりませんが、今日久しぶりにカラオケに行ってきました。スカッとしました。あ、そうですか。何を歌われたんでしょうね。あ、ブスさんスピリチュアルランキングにポチッとな、ね、はい。まあチャンネル2をご覧の方もね、一旦ね、スピリチュアルテレビのホームページの方で、ね、見ていただいて、スピリチュアルテレビのカレンダーと、映像の間にあります水色の憎いやつ、ね、スピリチュアルランキングと書いてある、このボタンをポチッと押していただくと、なぜかスピリチュアルテレビが元気になってしまうという不思議なボタンですね。ポチッと押していただければと思います。沙織さんもね、お知らせありがとうございました。ね、はい、ということでね、皆さんどうだったでしょう。どんなね、
キーパーね、ハートのキーパーと出会ったでしょうね。はいはい、案外ね、そういうのをね、たまに暇な時にやってるとね、それはそれでかなりね、その自分のハートとね、仲良くなれるね、そんなワークだったりしますので、ね、たまにそんな感じで、ね、やってみてはいかがでしょうか。ということでね、今日はそろそろ終わりにしたいと思いますね。今日もね、お盆にもかかわらずね、ご覧いただいて本当にありがとうございました。そろそろ終わりかな？終わっていいですか？はい。皆さん、お元気ですか？獅子丸です。今日もスピリチュアルテレビをご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます、ね、今週もよかったらスピリチュアルテレビを見てね。ではバイビー。ということで、ね、そろそろ終わりにしたいと思います。本当に長い時間ね、ありがとうございました。ね、では、バイビー。